強調はやっぱり日本人同士でも英語で喋るので実践的に英語を勉強できるかなと思います。今私は本当にここに来れてよかったなと思って。 Hi everyone, Mai です。 Welcome back to my channel. 本日は前回の動画の続きなんですけど AIU に来ています。国際教養大学ですね。学生さんにインタビューをもっとしているので、前回の動画面白かったよっていう方ほとんどだと思うんですけど、他のね、いろんな学生さんの熱い思いとか課外活動の話とかをご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。 AIU に入学された理由は何ですか？私実は秋田県秋田市の出身で、生まれてちっちゃい時に AIU の大学祭に来て、あ、なんか秋田に外国人いっぱいいると思って、もう全然なんか秋田の中に違う世界を見てちょっと憧れを持つようになりました。秋田にいる自分が世界に向けて何かを発信するって実はやっぱすごいことなんじゃないかって思って、秋田に生まれた身として何かできることっていうので、教育にも興味があって、教職、高校英語教師の免許も取れるってことで、教育の勉強もしつつ、教育かけるビジネスなんかできないかなっていうのを模索しに来ました。私は結構また違うタイプで、私は入学するまで秋田に来たこともなければ、一度だけ中学の剣道の遠征で来たんですけど、でも全然本当体育館しか行ってないくらいのレベルで、本当に AIU のことも深く知らなかったし、いわばダブル受験で受けたうちの一つだったんですね。国公立と併願できるっていうところがすごく魅力で、まずは先生に英語で何かやりたいんだったらここもいいんじゃないっていうところからお勧めいただいていて、でも私が実は目指していたのは国立大学のまあトップのところで、まあそのために実は英語もすごく頑張っていて、そこで受かるためにはやっぱりスピーキングもできないといけないだろうなと思ったし、リスニングもできないとダメだなと思ってすごく練習していたっていうのもあって、きっと受かったところもあるんですね。で、1年目の受験の時落ちてしまった時にライバルの子がいて、その子も一緒に落ちちゃったんですけど、その子と一緒に浪人をするか AIU に入るかって迷った時に、私は今まで競争の人生を送ってきたけど、ここで全く違う道に行ったら何か楽になれるんじゃないかと思ったんですよ。きっとその大学に入ってしまったら、その子と競争したり他の子と競争するっていうことが自分の中ですごく能力を解き放てないんじゃないかなっていう、ところがあって、思い切って全然違う方向に行ってみようと思って入学しました。基本的に負けず嫌いかつ他の人と同じことをしたくないっていう性格なので、そこで考えたらやっぱり私は独自ルートで行こうと思って、あまり地元の子が行ってないところにしました。どうですか、良かったですか？もう良かったです。いっぱい話すとかあります？なんかちょっとおすすめポイントとか変わってるポイントは？そうですね、この大学にいる子はいい意味で日本社会からちょっと離れてるっていうか、ちょっとガラパゴス化してるところもあって、あんまり世間知らずっていう意味では悪いところもあるんですけど、ある意味学歴とか日本社会が持っているフィルターみたいなものをみんな持っていない気がしていて、それは就職活動をしていてすごく思うんですけど、やっぱり日本の大学でいうとこのランキングだから、この子は私よりも頭がいいとか、この子の方が優れているっていう見方をしてしまって、自分の意見を発信できなかったり、あ、ちょっとこれは私の中に秘めておこうかなって思うこともあるとは思うんですよ。でも私たちって結構意の中の蛙なので、結構ドカンと大きなことも言えるし結構物おじしないところがあって、大きなことをやりますって言っても誰も否定しないし、いいですね、っていうところで留学先に行ってもやっぱり勉強だけじゃなくて違うことをしている人もたくさんいますし、毎日刺激がありますね。でも刺激っていう点では本当にそうだなと思ってて、でやっぱり私の中にあるキーワードがずっと秋田と世界なんですよ。でなんか秋田なんか何もないって言われるからこそやっぱ何でもできると思ってて、で私その秋田舞子っていう秋田の舞子さんのとこでインターンしてたり、あとちょっと学生起業家が立てたなんかいろんなとこに参加してみたり、本当になんかチャンスがいっぱいあるし、それでなんか自分がちょっとでも頑張れば周り褒めてくれるから、そこはすごいいいかなって思ってます。で世界についてはやっぱ1年間入学するときに単位がちゃんと交換できるのはでかいなと思ってて、休学してくるよりもちゃんとあっちの大学で勉強頑張って単位にして帰ってくるっていうのはうちの大学って難しいので、ちゃんとできてよかったなと思ってます。実は高校3年生の終わりまで AIU という存在を知らなくってですね、ずっと都会志向がすごく強かったので、留学したい思いはあったので、関東の国際系のところに絞って見ていたんですけれども、そこで行きたかったところに全部落ちてしまって、一度こう暗黒時代があったんですよね。もうこれからどうしていこうとか、いろんなことを考えていた時に、偶然、本当に偶然 AIU という大学を見つけて、でこう知れば知るほど、あ、自分のやりたかったことできそうっていうことを感じ
てここに行けるんだったらあともう1年嫌だけど勉強頑張ってもいいなっていう風に思えたのでじゃあもうそっからはもう AIU 志望で行きたいってなって勉強して、うんうん、そうですそうです、ね、今私は本当にここに来れてよかったなと思って自分 のパーソナリティに合ってるなっていう風に思ったんですよね、うん、都会の喧騒から離れて、うんうんうん、ゆっくりとこうあの静かなキャンパスで過ごしながら素敵な図書館で勉強したりとか図書館、はい、ちょっと後で行ってみたいです。いやまだなんですよ、写真見たんですけど、はい、もうなんか天井は高くてもなんか伸び伸びしている感じですよね。そうなんです、ハリーポッターかなみたいな。うん、いいですね。2人は別々に課外活動とかをされているみたいなんですけど、どんな内容ことをされてますか？私が自分の課外活動の中で中心的にやってるのが AIU マルシェっていう活動で、うん、AIU マルシェっていうのは AIU のキャンパスで AIU 生と秋田の地域の方々が好きにお店を出して、うん、まあ、マルシェって最近結構流行ってるワードだと思うんですけど、うん、一つの場所にいろんな種類のお店が集まって、そこに訪れた人たちはお店の人と会話とか楽しみながら物を買えるみたいな、そんな場所で、うん、AIU ってすごい面白い学生がいっぱいいて、うんうんうん、変な趣味持ってたりとかすごい特技持ってたりとかって人がいっぱいいるんですよね。でなんかそういう人たちにタレントをこう解放してみんなとこう触れ合う機会を作ってほしいなと思って、そういうイベントを作り始めて、まあ、それが去年の冬なんですけど、なのでまだ全然1年も経ってないんですけど、まあ、ちょっとずつこう規模を大きくしながら地域の人とも関われる、でその AIU の日本人学生、留学生、地域の方という3者がこう交流できる場所を作ることを目標にやってます。でそれはどこに開催するんですか？目標的にはあそこにある芝生なんですけど、はいはいはい、雨の影響で今のところこのスチューデントホールの中でやってます、うん、セメスターに2回ですね。春学期も2回あって、今回の秋も10月と12月に1回ずつの予定です。何かを売り出したりとか？そうですね、例えばフード系だったら中国からの留学生が中華料理作って出してくれたりとか、前回やったのはフランス人の留学生で編み物が得意な子がいて、その子が編み物自分で作ったやつをお店で出したりとか。いいですね、はい、そうやってなんか外と中もつなぐし AIU のアピールにもなるし、でみんなもハッピーだし、はい、だからちょっといろんな人にぜひ皆さんにもぜひ遊びに来ていただきたいです。 AIU になぜ入学しようと思いました？僕は高校の先生が国際教養大学を勧めてくれて、国際英語科に行ってたんですけど、そこで勧めてくれて、名前だけとりあえず知ってた状態で高校で留学したんですけど、コロナの関係で結構早期帰国して不完全燃焼でちょっと頑張りたいなと思って目指すことにしました。僕も不完全燃焼っていう面で寝てて、中学校2年生から高校3年生までアメリカの高校にいたんですけど、最初の方英語全く喋れなくて、でようやくちょっと英語慣れてきたな、友達ができ始めたなぐらいで帰国ってなってしまって、コロナでようやく慣れ始めた英語をもっと使いたいなって思って、で大学してる時に AIU っていう環境があったので、あもうここで学びたいなと思って決めました。高校の先生から紹介されたんですけど、で、まあ、見てみたらフットサルがもう強くて、東北大会で、まあ、準優勝とかも3位やったりとかしてて、で僕もその時フットサル部やったんでいいなと思って入学決めました。2人は留学経験があってさらに行きたいっていうこと？高校の時はアメリカ行ったんですけど、次は非英語圏で勉強したいなと思って、僕もほぼ同じですね。留学は初めての経験？留学自体は初めてなんですけど、まあ、海外は何回か、うん、どうですか、期待通りですか、おすすめ点？めっちゃ星綺麗です。おー、夜にそう散歩するんですよ、みんなで。そしたらここはまあ明かりもないし、天井めっちゃ見えてる、建物もないし、はい、夜カップル2人とか散歩みんなしてるんですよ。そこ僕好きですね。僕は今日みたいな天気、晴れててちょっと風が涼しい時、うん、秋田の秋ってすごく居心地がいいんですよ。ここだとキャンパスの紅葉も綺麗なんで、僕はその時に授業終わって昼ご飯をうちの AIU ショップで美味しいおにぎり売ってるんで、立ってベンチ座って風を浴びながらお昼ご飯を食べるっていうのが AIU の楽しみです。変わってるところで言ったら、図書館が24時間空いてるんで、図書館に夜の10時くらいからですよ、友達になんか一緒に行って勉強してるみたいなこと言われるんで、そこでまたなんかオールするみたいなあるんで、それがきついし、なんかちょっと変わってんなと思います。勉強しやすい環境とか？あ、そうですね、しやすい環境であります。間違いないです。じゃあ勉強できるようになりたい人とかが来るといいかなっていう。そうですね、めちゃくちゃいい環境です。学べる環境はすごく整ってると思います。いや、そうですよね、あんまないですもんね、誘惑とかも、うん、はい、それぞれのみんながこう専攻とかとは別に興味ある分野を結構持っていて、それに対してこう留学を通してだったり、いろんなプロジェクトを通してこう集中して自分のこう興味を追い求めてる人が多くて、こう授業内外でいろんな深い学びをしてる人たちがいるのがすごい面白いなと思います。その教育に興味があるから専攻っていうよりは興味ある方で留学したとか、そういうのもまあ一部だと
思うんですけど、例えばどういう人がいました？友達でフランスで留学していた子が性教育にすごく興味がある子だったので、うんうんうん、ヨーロッパの各地を回りながら、うん、コンドームのラインナップであったりそういうのをこういろいろ回って記録していくっていうのをやってる子がいて、すごく面白かった。ここなんか私来て見渡すと外国人の方が多いんじゃないかぐらいなんですけど、普段からこう関わりとかはどうですか？そうですね、なんかイベントを通してちょこちょこ関わる機会もあったりするんですけど、結構授業に一緒にいるので、そうですよね、授業が一緒の人とは結構関わるチャンスがあると思います。やっぱ英語で話したりします？はい。なんか日本人の学生さんとはどうですか？みんな日本人は日本語？そうですね、授業中はやっぱり日本人同士でも英語で喋るので実践的に英語を勉強できるかなと思います。寮も外国人の方とかも多いですよね？はい、ルームメイトに留学生が入ってくるっていうこともあるので。じゃあもう英語をもう日常でもめっちゃ使うって感じですね？はい。私は A 日程っていう普通の一般入試で受かってるんですけど、ここの日程がすごい特殊で、実際の国公立の試験、私阪大の経済学部志望で、そことここの大学は別の日程でかつ国公立で受けれる大学で、それがきっかけで受けることを決めたんですけど、塾の英語の先生にこの大学は英語で英語を学ぶっていう日本じゃなかなかできないことができて、自分がやりたいことを突き詰める場所としてはすごく適切だよっていう風に教えていただいて、そのアドバイスもあって自分は世界経済に興味があったので、じゃあここまでビジネスやったら最強じゃないかなって思ってここにしました。私はもうここ一本で結構決めてて、今までなんか自分ですごいここに行きたいみたいな決めたことがなくて、でもなんか中学の時に初めてこの大学を知って、すごいみんな自分に自信持ってるっていうか、なんかすごい自分を見せることに抵抗がなくて、すごいキラキラしてる風に自分には見えて、勉強も頑張ってていろいろやりたいことがあって、すごい生活にその時憧れて、もうそこからずっとここに行きたいって思って一本で、はい、来ました。すごい。オープンキャンパスとかでそう思ったってことですか？いろいろ YouTube と か, なんか公式のパンフレットとかも見つつ、初めてそこで設定でオープンキャンパスに来て、さらにここがもういいって、なんかいいですね。私も一本で決めてて、行きたい進路が全然決まってなかったので、全然行きたい大学とかも見つからなくて、で唯一やりたいなと思ったのが英語を喋れるようになりたいなっていうので、でもなんか全然そういう留学経験とかもなかったので、急に海外の大学とかはレベルが高いなと思って、ちょっと似たような感じの日本バージョンみたいな、はいはいはい、私の中でのイメージで、それでもうここしかないと思って購入しました。確かにすごい外国感がありますよね。なんかキャンパスもだし人も外国っぽいですよね。はい、ということでインタビュー動画の第2弾だったんですけど、今回はいかがでしたでしょうか？前回のも本当にいろんな学年の方とかいろんな留学先見れたと思うんですけど、今回もその出身がね、いろんなところからももちろんですけど、外国籍の方もたくさんいますし、本当に多様性にあふれた環境かなと思います。この学生のエネルギーにすごい圧倒されて、私もなんか新しいこと始めてみたいなって思ったので、これからね受験をする方だったり、今なんか目指してるものがあったりすると思うんですけど、さっきのね学生さんみたいに頑張っていただけたらと思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye.